こんにちは、運営プロデューサーのしめさばです。明日2月25日メンテナンス後から始まるアップデート情報を紹介します。紹介する内容は開発中のため実装時には異なる可能性がありますのでご了承ください。はい、では明日のアップデートからナラティブダンジョンアレが始まります。タイトルのアレっていうのはフェンシングの試合開始の合図らしいです。フランス語かな。今やってるワールドボスのシーズンシナリオハートトゥーハートとか短編集のデスティニーダイアリーをペカテ図書館で読んでくれた方は知ってると思うんですけど、主人公が大学に通い始めていて、その大学のフェンシング部の話になります。では新チャイルドを見ていきましょう。怪我するわよ弱すぎて呆れたわ。完璧とはこういうことよ。新チャイルドのモーパンは非属性の防御型です。デバフ挑発で味方をデバフから守ってくれる感じですね。非属性5体に回避率増加もあるので非属性が多い編成の盾役にいいかもしれません。あとデバフからは守ってくれるんですけど、普通のダメージは通ってしまうので防御力を装備やソウルカルタで補ってあげるといいかもしれません。あとですね、サイコロイベントの周回報酬でモーパンの契約者コスチュームが手に入ります。趣味ですか。そういえばフェンシングのことしか考えていませんでしたね。趣味も特技もフェンシングです。謝っても遅いです。こちらも狙ってみてください。次にもう一体の新規チャイルド、ブラダマンテです。こんにちは悪魔様。今日の私どうですか。とっても可愛くないですか期待しててください。光属性の妨害型で敵の防御型に対抗するようなスキル構成になってます。防御型を狙ってスキルゲージをダウンさせたり、あと PVP では防御力を落としたりできます。防御で固めてる敵チームを崩すのにいいかもしれません。ブラダマンテも契約者コスチュームがありまして、ナラティブダンジョンの1個目のコレクション報酬で手に入れることができるので獲得してみてください。今日から本気出すわ。一生懸命練習して立花さんみたいな選手になるんだから、私も立花さんみたいなチャンピオンになりたいです。そして、リバースラビリンスでもコスチュームの更新があります。今回新しく期間限定で追加されるのはマーカラのコスチュームです。今夜は返しませんよ。さらにですね、モーパンとブラザマンテの契約者コスチュームも追加されまして、ここに追加されるのはさっき紹介したコスチュームとはまた別のフェンシングのユニフォームを着た姿ですね。気をつけてください。私の番ですね。これで終わりです。フェンシング選手として優勝を目指すのも大事ですが、人生を楽しむのも大事ですよね。痛くないですよ。こちらもお見逃しなく。それでは明日のアップデートをお楽しみに。